はい、MPF チャンネルです。ちょっと今回から変わったところがあるんですけれども、お気づきになりましたでしょうか。後ろのバイクはこう作業で入れ替わったりするんで、ちょっとね、あれなんですけど、このバイクもウィンカーをシーケンシャルの流れるタイプに変えたりしてますんで、その辺ね、作動と、車検とかどうなのいうことで、また動画上げていきたいとは思いますが、何が変わったかと言いますと、このカメラの方が変わりました。変わったというか、1個増えたんで、新しいカメラで撮ってます。で、いうことで、バイク屋さんの方がね、なんでこう、ダイエットというか、減量しようかと思ったかと言いますと、仕事の関係で輸入車とかね、新しく登録する車両が入ってくるわけです。そういった車両は、ちょっとね、もう車検証がないもんで、陸運局で新たにこう登録して車検証を作るわけですが、その際にね、車両の方のを一回、陸運局の方に持っていきまして、幅とか高さとか、車検証に乗るサイズですよね。その辺を全部測定するわけです。で、その寸法以外に、あと重量もね、測るわけなんですけれども、その重量をどうやって測るかというと、陸運局の方に大きい体重計みたいのがありまして、それに、こう、バイクをね、押して乗せて、それじゃあ、ちょっと降りてくださいということで、車両だけの重量を測るわけですが、その際にね、もう重量計から降りると、自然とね、この人何キロいうのがバレてしまうわけですね。なんでバレるかというと、陸運局のこう、壁というか、上の方に、大きいパネルがありまして、それに今何キロというのが、その重量計の表示が出てしまうわけですね。で、この重量計が降りた瞬間に、パラパラパラと何キロ減ったということで、他のね、後ろ待ってる方とか、周りいる方も、あの人何キロだということで、もうもろバレなんですね。即バレで、もうあの人は、体重何キロということで。で、私の方はね、最高マックス、3桁まで行きまして、で、なんともね、もうその降りた瞬間に3桁減るわけですから、これはちょっと恥ずかしいな、いうことで、そんな理由いうことはないですけど、そんな理由で、ちょっと、減量しないといけないな、いうことで、減量を始めたわけです。で、無理しても、バイク屋さんとかね、結構夜遅いんで、食事の時間がね、不規則になって夜遅かったりして、そう、体重増えたりいうのが結構多いわけですが、無理して体壊してもあれなんで、ゆっくり1年かけて、ベスト体重戻せばいいかな、いうことで、ベストというかね、目標の体重戻せばいいかな、いうことで、その3桁の体重から、今75キロなんで、およそ25キロぐらいね、痩せるというか、減量することができました。それもね、もう普通に食生活とか3食食べて、普通の生活で戻してます。無理なく、体重減らして、で、こうね、もう1年経過でやって、その1年からもう何ヶ月か経ってますんで、その体重キープすることできてます。で、どうやって痩せたかとかいう話も動画であげたいとは思いますが、使ってる小物とかもあるんで、大したものはね、使ってないんですけど、その辺のね、グッズとかも、またレビューできたら、と思います。もしよかったらまたご視聴ください。ご視聴ありがとうございました。